ベンティシンコデマヨはアルゼンチン海軍の航空母艦。1969年収益、1997年退役。スペイン語の発音のバリエーションに基づいて、ベンティシンコマ魔女やベンティシンコマ魔女とも書かれる。ベインティシンコデマヨとはスペイン語で5月25日の意味でアルゼンチンの5月革命記念日である。そのため、 書籍によっては5月25日号や25でマヨなどと表記される場合もある。また、アルゼンチン海軍は1930年代から1950年代にかけてその名を冠した巡洋艦を運用していた。元はこの艦は第二次世界大戦中の1942年12月3日にイギリスのバーケンヘッドで献艦されたイギリス海軍艦である。 コロッサス急行空母艦として、ベネラブルの名を与えられて1945年1月17日に、収益し、イギリス太平洋艦隊にて、任に就いた。参戦して、数ヶ月で終戦となり、戦争終結後しばらくは、戦争捕虜の本国総艦に従事していた。戦時には、空母の建造と配備が急務であったが、いざ戦争が終わってしまうと、多数の空母を保持している。 必要性も小さくなった。そのため、ベネラブルは、イギリス海軍に収益後わずか3年で、オランダに売却されることとなった。対応されていた、護衛空母、ナイラナを、持ち主のイギリスに返却した穴埋めとして、オランダ海軍は1948年5月28日、カレール・ドールマンと再命名したもと、ベネラブルを収益させた。この間は、オランダ海軍が、 これまで運用した中で最大の艦だった。第二次大戦当時のレシプロ機用の空母から戦後のジェット機用空母への近代化回収が1955年7月から1958年6月にかけて行われている。20年ほど任務に就いた後の1968年4月28日、この艦の機関室で火災が起き、機関が使い物にならなくなった。 しかしもともと数年後には退役する予定でもあったので、あえて修理を行うことはせず、予定を繰り上げて、同年退役することになった。ベンティシンコ・デ・マイオの紋章。モットーは、アルゼンチン国家の一説。機関室で起きた火災の後、オランダはこの空母をアルゼンチンに売却した。損傷した機関部は、コロッサス級と、ほぼ同系のマジェスティック級航空母艦で、 建造途中で大戦が終結したために、県管中止になっていたクーボレバイアさんから流用して置き換えられた。オランダにて、その復旧工事を行っている最中の1969年3月12日に、この元ベネラブル、元カレルドールマンは、ベンティシンコデマイオと名付けられて、アルゼンチン海軍に収益し、その年の8月には工事も完了した。 このレバイアさんから流用された機関はベンティシンコ・デ・マイオに完走された当初より不調だったと言われる。アルゼンチン海軍はすでにインデペンデンシアで空母の運用は経験済みであった。インデペンデンシアが1970年に退役すると24機の関西機を搭載するベンティシンコ・デ・マイオがアルゼンチン艦隊唯一の空母となった。関西機部隊は 第9回パンサーと階級回クーガーから始まり、1972年に A-49 スカイホークとそれを補佐する S-2 トラッカー対戦障害機と SH-3 シーキングに置き換えられた。さらに1980年から1981年にかけて飛行甲板面積の増加、アングルドデッキの延長などの改修が行われ、シュペルエタンダールが搭載可能になった。 フォークランド紛争ン1982年4月に始まったフォークランド紛争では、この艦は製造元であり、かつての所属先であったイギリスと戦うこととなった。ベンティシンコデマヨは、機動部隊に組み込まれて、フォークランド諸島の北側に展開され、南側には、巡洋艦、ヘネラル・ベルグラノが展開された。イギリスは、スーイフトシュア急限視力潜水艦スパルタンに、 ベンティシンコでマイオを追跡し、必要な場合には撃沈する任務を与えていた。ついに戦闘状態に突入した1982年5月1日、このアルゼンチン空母は、HMS ハーミーズと HMS インビンシブルの2隻の空母を中核とする、イギリス機動部隊に対して、A-49 スカイホークの波状攻撃を仕掛ける予定であった。しかし、 第二次大戦以来初めての航空母艦同士の戦いになるはずだった。この戦いにおいて燃料、兵装を満載にしたアルゼンチンの艦載機は風量の不足でとうとうベンティシンコデマヨから飛び立つことができず対決は実現しなかった。ベンティシンコデマヨは火災事故の後レバイアさんから流用した機関の調子が思わしくなく、 航空機の運用に必要なだけの本来の速度を出すのが困難な状態であった。航空母艦は艦載機の発艦の際、待機速度を上げ応力を稼ぐために風上に向かって全速力で突進する必要がある。空母自体の速度が遅くては満載状態の艦載機は離艦すらできないのである。イギリス海軍側はアルゼンチン軍の航空機の攻撃により、 駆逐艦、シェフィールドやアマゾン級、フリゲートアーデントなど、多数の艦船を損失していて、さらなる損失を恐れて空母は、戦闘域外に止まっていた。一方のアルゼンチン海軍がも、巡洋艦、ヘネラルベルグラノが、チャーチル級原子力潜水艦、コンカラーによって撃沈されて、以降、損失を恐れた、ベンティシンコでマイオは港に戻り、外洋に出ようとしなかった。 このため追跡の任を与えられていた潜水艦スパルタンは追跡する目標を失うことになる。関西機の A-49 はその後の戦闘では、笛語島のリオグランで海軍航空基地から飛び立ち、アーデントを沈めるなどいくつかの戦果を残したが、その一方で3機の A-4 が C ハリアーに撃墜されている。なお、この戦争において、 シュペルエタンダールから発射されたエグゾセ対艦ミサイルがイギリス艦艇に多大な被害を与えその威力を見せつけたことは有名だが当時シュペルエタンダールはベンティシンコデマヨへの着艦がまだ承認されていなかったためベンティシンコデマヨからの運用ができず陸上の海軍航空基地から発進している戦後まもなくしてシュペルエタンダールが艦載機部隊に配備されたがすぐに 例の機関トラブルによって港に貼り付けにされた。1980年代後半には機関トラブルの解消、速力の回復、省力化を目的に手機をディーゼルエンジンに換装する工事が始まった。しかし艦歴50年に近い老朽艦でもあり、完全な作戦遂行可能状態にするにはさらに経費がかさむことは明白であった。アルゼンチン海軍はこの艦の さらなる近代化改修のための多大な資金の獲得を諦め、ついに1997年にベンティシンコデマヨは退役した。2000年、数奇な運命を経た、この艦はインドのアランに開港され、そこで解体された。アルゼンチン海軍航空隊は、この艦がドック入りしている際には、隣国ブラジルの航空母艦、ミナスジェライスの飛行艦板を借りて、空母着艦。 発艦等の訓練を行い、ベンティシンコでマヨタイ役後も同じくブラジルのサンパウロの飛行艦班を借りて、技能維持に努めていた。しかし、実際問題として、アルゼンチン海軍への新規空母の導入は、冷戦が終結ししかも、イギリスを含む近隣諸国との対立がない現在、未だ具体案がない状態である。ありがとうございます。